はい、それではトレーニング始めていきます。最初はモビリティエクササイズですね。肩甲骨周りしっかり動かしていきます。最初はキャットのドッグ、肩甲骨を寄せて、そして大きく外してという、猫背の姿勢と腰を反ったりしていきます。これを10回やっていきます。 できる方はですね、膝をつかずに肘を伸ばした状態で肩甲骨剥がしやってみてください。はい、ここで10秒休憩取ります。次は股関節周りのモビリティエクササイズですね。スパイダーランジやっていきます。足を腕方向に大きく踏み出して、この状態からお尻を5回転していきます。逆回りも5回転で合計10回やっていきます。でさらに、天井方向に手を向けて、胸椎周りですね、胸周りもストレッチ加えていきます。こちらを3回やっていきます。はい、逆足もやっていきます。大きく踏み出してヒップサークル、お尻を5回転、逆回りも5回転いきます。で肘を床にタッチ、天井方向に伸ばして、胸回りしっかり伸ばしていきます。はい、では次下半身のトレーニングに入っていきます。最初はフロッグスクワットやっていきます。こちらもですね、もも裏、股関節周りをしっかりと柔軟性を、可動性を高めていきます。膝の内側に、肘を当てて、膝の曲げ伸ばしを行っていきます。ポイントとしては、しっかり腰を落とすこと、そしてしっかり膝を伸ばすことですね。こちら、可動域を大きく、していくことを意識します。20回、一緒にやっていきましょう。正面から見るとこのような形です。足幅は肩幅よりちょっと広めを意識すると良いでしょう。20回、地味ですが結構きついです。これもしっかり腰を落とすことがポイントですね。はい、こちらで10秒休憩。次はワイドスクワットをやっていきます。内ももしっかり伸ばしていくことを意識していきます。足のつま先は大きく外方向に向けて、膝もつま先の方向に合わせていきます。そしてボトムで3秒ですね、下で3秒、1、2、3、下で1、2、3と、これを繰り返していきます。横から見るとこですね、しっかり背筋を伸ばしたまま落とすことがポイントです。可能な方はですね、途中で、かかとを上げて、つま先立ちやってみましょう。こうですね、このようにかかとを上げてヒールレイズ、そしてそのままつま先だけで体を落としていきます。そして最後は10秒、しっかり伸ばし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 て、ここでヒールレイズでアップ。はい、 OK です。こちらも非常に負荷の高いメニューでした。次はバックランジやっていきます。はい、ではバックランジですね。片足を後方へ大きく踏み出して、スプリットスタンス、そしてもも上げ、バックランジ、もも上げ、これを10回繰り返していきます。ももを上げた時にですね、しっかりと軸がぶれないようにコア意識していきます。体幹の強化にもなりますね。足を後方へ大きく踏み出すのがポイントです。そして背筋伸ばしたまま腰をしっかり落としていきます。こちら10回やっていきます。はい、ここで10秒休み入れて、もうすぐに逆足もやっていきます。5秒前。はい、では準備お願いします。はい、逆足いきます。ももを上げたら、ちょっと少し気持ちキープしましょう。私のペースに合わせてもらうといいと思います。バックランジからしっかり、ももを上げることもポイントですね。上げ切ることが大切です。で、ぶれないように。
はい、OK です。はい、ここでは20秒休み取ります。次はシングルレッグデッドリフトという、こちらもですね、体幹バランス系メニューになります。片足の状態で、足を後方へ、キックしていきます。もも裏からお尻周り鍛えることができるメニューです。もも上げから足を天井方向へキック、体のライン床と一直線、もも上げ、はい、体のライン床と一直線、ちょっとこの辺でキープするのがいいですね。ちょっとキープして止まって、はい、この姿勢をちょっとキープ上げると、バランス崩しそうでもしっかりコア意識して続けていきます。こちらは5回やっていきます。見た目以上にお尻周り効いてきます。いかに片足立ちでキープできるかがポイントですね。10秒休んだらもうすぐ逆足でも同じことやっていきます。はい、では逆足いきます。もも上げから足を天井方向へ上げていって、体のラインを床と平行にしていきます。ちょっとこの姿勢でキープ、もも上げでもキープ。非常にバランスの取りにくいメニューですが、いいトレーニングです。どうしてもバランス取れない人は近くの壁とかですね、柱に捕まってやっても OK です。はい、OK。 はい、下半身は以上になります。次は上半身のメニューやっていきます。少しですね、画面前提が入っていないんですけども、ご了承ください。私の手抜きの撮影になってます。はい、最初はヒップスイングですね。お尻を高い位置から低い位置に、高い位置から低い位置にと、腰を反って顔を腕と腕の間に入れていって、腰周り、肩甲骨周り伸ばしていきます。しっかりと、そうですね、お尻を天井方向に上げていくことがポイントです。お尻を高い位置に、そして腰を反って、こちらも可動域を大きくしていくことが大切です。腰反るときに息を吸って吐いて、お尻を高い位置に。はい、10秒休んで、次はヒンズープッシュアップというトレーニングです。ちょっと難しいメニューですが、チャレンジしてみてください。地面を舐めながら行う腕立て伏せです。地面を舐めるようにしてやっていくと、先ほどのヒップスイングと同じになるんですけども、腰を反ったら高い位置、そして地面を舐めるようにして腕立て伏せですね。滑らかにいくことがポイントです。肩甲骨周り、かなり、可動性のあるトレーニングメニューです。きついですが、こちらも10回やっていきます。できない方は膝をついても OK です。できるだけ最後までできるようにチャレンジしてみてください。はい、きつかったのでこちらは間20秒取ります。次、最後、ゴリラプッシュというメニューになります。腕立て伏せをしたら立ち上がるメニューになります。全身運動になりますので、こちら意識してやっていきましょう。しっかり、腕立てでは胸を床につけるまで下げるといいでしょう。はい、腕立て伏せ、胸を床に立ち、そして立ち上がります。もう一回腕立て伏せで、しっかりと膝を伸ばして立ち上がる全身運動ですね。こちら10回繰り返していきます。よっと、全身のバネを使って立ち上がるのがポイントですね。無理でしたら片足ずつゆっくりでも OK です。はい、あともう少しです。これ10回やったら全てが終わります。プッシュ、スタンドアップ、プッシュ、立ち上がる、ファイティングポーズ、まあ、ゴリラポーズですね、ゴリラポーズ、OK、終わりました。はい、お疲れ様でした。また次のトレーニング頑張っていきましょう。ういせす。